初代、歌川報告が。尾端小平治は、江戸時代の電気小説や歌舞伎の怪談物に登場する、歌舞伎役者。幽霊の役で名を挙げた後に殺害され、自分を殺した者のもとへ幽霊となって舞い戻ったという、創作上の人物だが、モデルとなった役者が実在したことが知られている。交換に伝わる尾畑小平治の奇誕が一つの物語として、 形を成すのは、今日は3年に江戸通り油朝鮮鶴堂から出版された、三島安京電作、北尾重馬賀の電気小説、復讐記盤朝香沼をその講師とする。ついで文化5年うる六6月に、江戸志村座で初代小表像作の、彩り入りおとぎ草が初演され、今日に伝わる小畑小平次のあらましは、この2作によって決定的なものとなった。 百物語小肌小平に勝つしか北斎が。小平次は二代目市川團十郎の時代の江戸の役者だったが、芸が未熟なためになかなか役がつかなかった。小平次の師匠は彼を憐れんで金を握らせ、賄賂を使ってどうにか役を得るようにと言った。ようやく小平次が得たのは顔が幽霊に似ているとの理由で幽霊役だった。 彼はこれを役者人生最後の機会と思い、死人の顔を研究して役作りに努めた。苦労の甲斐あって、小平次の務める幽霊は評判及び、他の役はともかくも、幽霊だけは、上手いということで、幽霊、小平次と、あだなされ、人気も出始めた。小平次には、おつかという妻がいたが、おつかは、 愚鈍な小平時に愛想をつかし、鈴見内の足立左九郎という男と密通していた。欧州朝霞郡への旅行業に出た小平時は、桜から釣りに誘われるがままに一緒に、浅霞沼へ行くと、そこで沼に突き落とされて、命を落としてしまう。桜は、これで邪魔者が消えたとばかり喜んで、江戸の大塚の元へ行くと、そこには、なんと自分が殺したはずの小平治がおり、 床に伏せっていた。小平次は死んだ後に幽霊となって、江戸へ舞い戻ったのだが、生前あまりにも、幽霊を演じることに長けていたために、そこにいる小平次の幽霊は生きていた時の小平次と、変わらないものだった。驚きをののく左、苦労のもとに、その後も次々に怪異が起きる。佐苦郎はこれらすべては、 古平時の亡霊の仕業だと恐れつつ、ついには発狂して死んでしまう。おっつかも、また非合の死を遂げた。江戸時代後期を代表する、交渉学者の山崎美生が、文政3年6月から天保8年2月まで、書き続け、交渉随筆、回路には、難解な語句をはじめ当時著者が見聞きした、様々な公説気分1700件が記されており、 著者はその一つ一つに詳細な交渉を加えている。それによると、この小畑小平次には、モデルとなった、実在の旅芝居役者がおり、その名も小畑小平次だったという。彼は、芝居が不審だったことを苦に自殺するが、妻を悲しませたくないあまり友人に頼んでその死を、隠してもらっていた。やがて不審に思った妻に懇願されて友人が、真実を明かそうとしたところ、 会議が起きたという。またこれとは別に、実在した、小平治の妻も実は、市川家三郎という男と密通しており、やはりこの男の手によって、下佐国で印馬沼に沈められて殺されたという説も、ある。山、東京電はこの説に基づいて小平治が沼に、突き落とされて推しするという筋書きを考えたのかも、しれないと考えられている。歌舞伎の舞台では、 階段物をやる役者、それも残虐に殺されたり恨みを抱いて死んでいった、ものの亡霊を務める役者は、その亡霊が気を損ねて、舞台で悪さをしないように、特に気を使ってその霊を慰めることで知られている。東海道四ツ谷階段のお岩を務める役者は、初日の前と千秋楽の後に必ずお岩の墓に参ったり、また工業中も幕が引くとすぐに帰宅して、 夜遊びなどはしないといった慣習は、江戸時代の昔から今日に至るまで少しも変わらない。大南北が書いた、彩り入りを研ぎ草や、それを下敷きにした高台の小端小平治もの,の芝居の上演にあたっても、それを務める役者たちの間では、小平治の話をすると彼がたたって、必ず怪示が起こると長く信じられていた。幽霊役は、務める方も命がけだったのである。なお、 異性のいい江戸っ子の夏場の決まり文句に、幽霊が怖くって小肌が食えるけえ。というものがあったが、これは、寿司の小びれに、この小畑小平次を引っ掛けたものである。ありがとうございます。